皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後、6時までの約30分間最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、4月一発目のつながるラジオをお届けしていきます。はい、実はですね、このつながるラジオ、2023年の4月の2日から、オンエア、番組スタートさせていただきましたので、今日の放送というか、思ってですかね、1周年ということでして、ねえ、もう1年も経つんですね。なんかこう、早いなっていう感じですね。ちょうど今日で50回目の放送になるのかな。区切りもね、良くて、毎週ちょっとねお届けできなかった時もあるんですけれども、だいたい月3回か4回ぐらいは放送させていただいている感じなので、1年ですね。本当にこの1年間って、いろんなことあったなと思いましてですね。ちょうど1年前はですね、資格の取得の学校に通っていた時期だったんですよね。ですので、このラジオのね、この収録をするのも、学校の勉強が終わった後にやっていたと、いうところ時だという頃だったので、なんかそれも懐かしいですね。ちょうど去年はだから、ファイナンシャルプランナーか、ファイナンシャルプランナーの勉強を今している真っ最中と、5月がね、試験だったので、そういう、そして本当あっという間だなって感じしますね。なんかね、ご勉強の合間縫ってね、収録して、編集してっていうのをね、繰り返し、やってた頃でしたね。本当あっという間なんですけど、皆様からもですね、メッセージを、お受けしております。メールアドレスは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com です。すべて小文字となっております。気軽にお寄せいただければなというふうに思いますし、あとこの番組はですね、YouTube、FM ギノワンの YouTube でも、過去のアーカイブ見ることができます。それと、私のですね、YouTube チャンネル、つながるラジオの YouTube チャンネル専用チャンネルがありますので、YouTube の検索窓で、カタカナつながるラジオと入れていただきましたら、チャンネル出てきますのでですね、そちらご登録いただいたりで、 YouTube でご覧の皆様はその QR コードもね、画面上についてますので、その QR コード読み込んでいただきましたら、私にまつわる、情報というかですね、SNS、見られますので、気軽にフォローいただければなというふうに思っております。ノートですね、毎日情報発信をしていて、ノートに関しては2022年の11月の24日から毎日発信すると決めてですね、毎日何かしら文章を書いているんですけど、それが連続でですね、やろうというふうに思っていて、ちょうど500日をですね、超えたところかですね、になりますので、はい、もしよろしければですね、ちょっと覗いてみていただければ、これまた喜びますということなので、はい、ぜひお待ちしております。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ
Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山英和です。よろしくお願いいたします。はい、1周年を迎えましたつながるラジオ一発目の放送ですね。4月一発目の放送になりますけども、今日はですね、私が住んでいる弘前市のお話をちょっとしていきたいなというふうに思います。私はですね、青森県の弘前市というところに住んでおりまして、青森県のね、ちょっと地図を頭の中に思い浮かべていただけたら嬉しいんですけども、ちょうどね、日本列島の一番先端の青森県、まさかりにちょっとなぞらえられる、例えられることが多いんですけど、右手の方というか、向かって右手方向の方が、本当にそのまさかりの形をしているような、まあ、下北半島がぐーっとこうニョキッと伸びていて、上に北海道があると、そんな形状しております。で、私が住んでいるのはその先端、まさかりの先端の方ではなく、全く逆方向ですね、左側と言いますか、まあ、津軽平野と呼ばれているようなところでございまして、岩木山というですね、まあ、ちょうどこう富士山のようですね。富士山ってあそこだけこうぴょこっとこうお山になっているように見えるじゃないですか、うん。で、岩木山もですね、地元にある岩木山も、まあ、同じような形でして、形はちょっと違うんですけどね、同じようなこうフォルムというか一緒か言ってること何が言いたいかと、ぴょこっとね、そこだけこう盛り上がっているお山になってるんですよ、うん。まあ、近くにお山あるんですけど、そこだけ特に高くなっているっていう山なんですよね。なので別名津軽富士なんても呼ばれている山があるのが、まあ、津軽平野になります。で、私はそこにある弘前市というところに住んでいるんですが、まあ、弘前というとですね、今このちょうど4月で、今まさに話題になってくるのが、まあ、桜ですね。桜が非常に有名な場所と言われておりまして、約2000本以上のですね、桜が植えられている弘前公園ですね。その中にある弘前城です。まあ、現存天守閣の一つになりますけれども、その弘前城と、まあ、桜がマッチしているっていうのがですね、まあ、美しいと言われているのと、あとはまあ本数ですよね、ソメイヨシノの本数がやっぱ2000本近くあるということなので、そのまあ圧倒的な数というかですね、まあ、そこがやっぱ魅力の一つになっていて、まあ、桜祭りと言われているお祭りがですね、毎年開催されるんですけど、毎年多くの観光客の方でね、賑わっているというふうなことで、まあ、有名です、うん。今年2024年のですね、弘前さくら祭りは4月の12日から5月の5日までになります、うん。例年はですね、もうちょっと4月の中旬以降だったりするんですが、やっぱこの今年はかなり暖冬だったということもあり、気温が高く推移しましたので、やっぱ桜が早く咲いてしまうというふうに言われております。このオンエアをね、お届けしている時に4月の2024年4月7日になりますけど、まあ、その時点での開花予想、弘前公園のね、桜の開花予想は、満開になるか、満開になる日っていうのは4月19日と言われております、うん。なので、ゴールデンウィークにはね、ちょっと引っかからない感じになるんですけれども、もしね、ご都合が合うようでしたら、ね、ちょっと沖縄からだとだいぶ直行便がね、青森はないので、だいぶちょっとかなり遠いんですけど、羽田乗り換えなのかな、うん。まあ、伊丹乗り換えか羽田乗り換えをしていただく形になりますが、うん、ぜひ一度見ていただきたいなと思います、うん。本当素晴らしいなと思います。私も仕事柄ですね、全国転勤の会社におりましたので、いろんな県のですね、桜の名所に行かさせていただきましたし、なんかこういったものは比べるものではないと思ってるんですけど、うん、でもやっぱり自分がね、やっぱ生まれ育った場所っていうのもやっぱ非常に強くてですね、やっぱ地元愛が強いというか、やっぱふるさとの桜に少しこう愛着を持ってしまう自分もいてですね、
やっぱりなんだかんだで弘前の桜っていいなっていうふうに、思っております、うん、もちろん皆様のね、ところの桜も大変素晴らしい、ね、あの本当どこも素晴らしかった。広島とかもね素晴らしかったですよ。広島のねあそこなんだっけな、あそこ広島城 のとこあたりのね、お堀端の桜とかで、ね、すんごい綺麗でしたよ。もうあと川、あれ何川だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、広島川が多いんですけどね、川のほとりに咲く桜もね非常に綺麗だったし、まあ、あの日本全国どこ行っても桜綺麗なんですけどでもまあせっかくでしたら、まあ、弘前の桜もですね、皆様のちょっと、記憶の1ページに加えていただきたいなっていうふうな思いでこういったお話をさせていただきました、うん。そんなですね、桜祭りが4月の12日から5月の5日まで開催されます。今日はですね、その桜の話も、4月中にはですね、一度ちょっと弘前公園の方に行って、まあ、桜の、模様レポートじゃないけど、なんか何かしら情報発信なのか何かできたらいいかなとは思っているんですけど、ちょっとラジオかどうかはちょっとまだわからないですが、まあ、去年はね、弘前桜祭りを、このラジオでですねお届けしておりますので、過去のアーカイブぜひご覧いただければ、あこんな感じの桜なんだねっていうのもちょっとわかりますので、うん、弘前桜祭りつながるラジオの中で弘前桜祭りで検索いただければ出てまいります。はい。で、今日はその桜が有名な弘前の話ではなくですねもう散々こんだけ話しといて桜の話もまあまあしたんですけどまた別の機会にね、桜はまたきちんとお話しさせていただくとして、もう一つ有名なものが実はあってですね、やっぱりあの青森県といえばということなんですが、リンゴですね、リンゴ。で実はこの弘前はですね、もう青森県の中でもリンゴの、生産量が日本一と言われている場所になります。一番リンゴを作っているのが弘前市というふうに言われているんですが、まあ、そのリンゴの話をします、うん。でまあ、皆さんやっぱりリンゴの、ね、収穫期というと収穫されるのはやっぱ秋だっていうふうに、イメージもちろんあると思うので、そのなんかこう話題に上るのはねどうしても秋になりがちなんですけど、まあそうじゃない話をねちょっとできたらいいなと、まあ、リンゴのこう生産の現場からみたいな話ができたらいいなと思ってまして、で私去年のですね9月10月11月から、リンゴ農家さんのですねお手伝いをちょっとさせていただいておりまして、うん、やっぱりこういった農業っていうのは慢性的な人手不足になってまして、まあ、高齢化も進んでいるし、やっぱ後継ぎ問題ですよね、後継者不足というふうな問題にも、瀕しているというか、うん、向き合わなきゃいけなくなってしまっております。私は U ターンをしてきて、ちょうど今3年目になるんですけど、その U ターンするまではですね20何年もの間地元であるこの弘前から離れて、暮らしておりました。全国転勤しておりました。で、まあ、帰ってきてですねやっぱり弘前というかその青森の魅力を、まあ、改めてこう感じることって非常に多くてですね、うん、であとは県外から青森県外からお客様が来てくださることも非常に多くて、でその時に結構聞かれることとしてはこうリンゴの作り方というかですね栽培方法とかそういうことを聞かれることも実は多かったんですよ、うん。で私は農家の育ちではなくてちょっと親戚に農家をやっている方もいらっしゃらなかったので、まあ、実はですねそのリンゴがどうやって作られているのかっていうことをあまりよく知らず、うん、でもちろん農業にも携わったことがないという、まあ、そういう人だったんですよね、うん。でやっぱりせっかくねその日本一の生産量を誇るリンゴなので、まあ、少しはねやっぱりこう携わっていきたいなっていうふうな思いから、去年9月、ちょっと飛び込ませていただいた、まあ、本当お手伝いなんで、全然そういう、経営してるなんてことには全然ならないですし、まあ、そういった目線でねちょっとこう感じてることを今日お話しできたらいいなというふうに思ってるんですけど、うん、そのリンゴ農家さんのやっぱ大変さっていうかですね、まあ、リンゴ1個ができるまでの労力っていうものがですねやっぱものすごいんですよ、うん。で、
実はこの4月、私9、10、11月でちょうど収穫期にあたる時期に去年はお邪魔していたので、もうリンゴがねもう木になっている状態から私は手伝いに入っていたんですけど、今年の4月ですよね、今月4月からはまた農家さんの方にお手伝いにちょっと行かせていただいてて、本当に初めの方から、今年はちょっと経験させていただきたいなというふうに思っているんです、つい先日ですね、行ってきたんですけど、で今の時期って一体何やってるかっていうふうな話なんですけどね、大体その、9、10、11月、9月、10月で、リンゴの実はなってるんですけど、まだ赤く、ちょっと成り立てというかですね、またまあ、だいぶ赤いんですけど、実もまだ少し小ぶりだったりするので、もう少し大きくなるまでに、ちゃんと赤い色がね、葉っぱにこうくるまれているような感じになるので、その葉っぱをリンゴの実の周りの葉っぱを取ってあげて、できちんと赤く色づくように、もともとは、白っぽいというか、青リンゴっぽいというかそういう色なので、きちんと葉っぱに隠れてしまっていると赤くならないから、その葉っぱをこう覗く作業というかですね、葉取りっていう、葉っぱを取るっていう葉取りっていうんでるんですけど、もうその際よく9月10月はしておりました、でそれだけでもね、1個のリンゴに対して必ず葉っぱを取っているので、もうそこだけでもね、全てのリンゴにこう触れているというか、でつる回しといってこうお日様にちゃんと当たるようにリンゴのこう周りをこう変えてあげる、向きを変えてあげるっていうことをやっているので、手をかけられている状態なんですよ、でそれが終わったら赤く色づいて収穫、リンゴをもぐ、リンゴもぎですよね、をしていくんですけど、そこでまた手をかけるわけですよね、収穫なので、で、その後一体どうなってるのと、で11月で大体収穫が終わって、そこからはですね、選果って呼ばれる、選ぶ、果実の果で選果なんですけど、リンゴの大きさっていうのは同一ではないので、大体これくらいの大きさっていうのでこう、寄り分けをしていくんですよね。それを選果って呼んでるんですけど、その選果作業をずっとしていると、なので、市場に下ろすために、これぐらいの大きさっていうのも形を揃える作業をずっとしているわけですよね、でこれがやっぱ、当然やっぱりリンゴのねこう大きいとこだと選果のこう工場というか、より分け機みたいなのがあるようなんですけど、ほとんどの農家さんっていうのはね、そういう大規模っていうことじゃなくて工場を持っていらっしゃらないので、手で、目で見て手で一個ずつ選果作業していくと、いうことなんですね。で、一つの木から取れるリンゴってやっぱかなりの量になりますから、一つの農園でね、取れる量って言ったらもう何トンっていうレベルになってくるわけなんですよ。でそれを、大体その家族経営でやってらっしゃるのが、リンゴ農家さん多いので、その家族、3、4人とか、多くても今の家族ってね、やっぱ5、6人のとこ多いと思うので、親戚の手も借りて、その選果作業をやっていると。なので、リンゴ農家さんで関わる人もね、その家族の方が少なかったり、兼業農家さんだったりすると、その選果作業自体がものすごい時間がかかるということなんですって。なのでこう収穫量が多かったりするとですね、僕は的に1月2月っていうのはやっぱ雪降ってね、リンゴ作業ってやっぱり雪降ると燃えちゃうとなんか一旦終了みたいなイメージがあるので、1月2月3月ぐらいまではお休みしてんのかなと思ってたら、聞いてみたら全然そんなことないと、もうずっと選果作業やってたとで農家にお休みなんかないですよっていうふうにね、なんかすぐにおっしゃっていて、ああそうかと、やっぱりすごい大変なんだなと、でそれをでやっぱこう選果作業するだけでも手かかってるわけですからね、そういう選果作業をやりつつ、2月ぐらいになるとですね、葉っぱが全部落ちてる状態なので、枝だけですよね、冬の間なんで枝だけの状態の時に、枝を切るということをやってるんですよ、で剪定作業ですね、枝の剪定作業をやっていると、なんかこれもその1本ずつ全部やっていくわけなので、
でマシンがあるわけでもなく、自動選定機みたいなのがあるわけでもなく、目で見て、まあ、経験のもとにやっていくということなので、まあ、切っていい枝、切ってはいけない枝っていうのやっぱあるみたいでね、そういうのを教える講習会もね1月ぐらいに開かれていたりとかですね、うん、なんかやっぱそのこういうのも出たりするので、やっぱ休みないですよね。で枝を切って、まあ、2月3月ぐらいで枝を切っていく。でだんだん雪がねこう溶けてくると、まあリンゴ畑の中にも雪が、消えていくので、だいぶ歩きやすくなってくると。まあ、2月はあれまで雪深いですから、今年はねあの雪少なかったのでそうでもなかったんですけど、例年だともう普通に積雪1メートルとかなってますから、その中で枝切って、で雪が消えてきたらその枝を片付けるというのが大体3月4月の、まあ、作業ということになるそうです。で私が今4月に伺った時は、その枝を切った枝がもうリンゴの畑のね各所に落ちているので、それをこう集めてきて、その小さくねあのちゃんとまとめていくと、あの枝のまま捨てることができないので、それまたハサミでカットして、枝をカットしてですね、まあ、大体50センチずつぐらいですかね、カットして、それをこう束ねていくっていう作業をしているんですよね。いやもう本当これがまたね大変なんですよ、本当に。いや本当に大変。畑も広いんでね、やっぱすんごいあちこち歩かないといけないんで、一日でも何万歩ってやっぱ歩きます。僕もちょっと久々にちょっとリンゴ畑伺って、久々に畑のこうちょっと山の少し傾斜になってる斜面なので、歩いたらもう足がもうパンパンで、もう腰も痛くなっちゃってっていう、ね、それでも農家さんはもうタフですよ。もうバシバシやっていきますからね。いや本当すごいなというふうに思いました。でこれからねそのもう少しすると、葉っぱが出てきて、リンゴの花が少しこう咲くのが大体5月の、まあ、例年だと中旬なんですけど、今年だと5月のゴールデンウィークぐらいにね咲くんじゃないかな、どうですかね。リンゴの花もね、もしかしたら桜が見れなくてもねリンゴの花見れますから、ゴールデンウィークぜひ青森にお越しください。よろしければ、リンゴの花が咲いたら今度また、受粉作業ですよね、そういったことが始まっていくということですね。また、そういった話は、経験したらですね、随時このラジオでもお届けしていきたいなというふうに思っております。はいはい、ということでエンディングのお時間です。今日はですね、まあ、リンゴの、私住んでいる青森県弘前市の、まあ、リンゴ農家さんでのこう冬から春にかけてどんなことをやっているのかっていうリンゴの話をちょっとしてきました。本当にリンゴだいぶね高くなってるなってスーパーなんかで皆さん見てもね、1個結構なお値段するようになってると思うんですけど、本来それが適正な価格なんじゃないかなというふうに私は思ってます。本当にいろんな人が、一つのリンゴを育てるまでに、何回もこう手をかけているっていうことなので、これはリンゴに限らずね他の農作物もそうだと思うんですけど、ちょっとなかなかねこう手が届きづらい値段にはなってきてはいますが、その分ですね、愛情はかなりこもってますので、ね、ぜひお買い求めいただければなと思います。まあ、ちょっと今シーズンからね外れているので、青森県産ってあんまりないかもしれませんけど、ぜひ見つけたらですね、ちょっと試していただきたいなというふうに思います。はい、毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。4月はですねまたゲストもちょっとお招きする予定ございまして、そういったことつながるラジオなのでね、またいろんな方とつながっていきたいなというふうに思ってますし、ゲストさんのオファーもですねちょっといろいろさせていただいているところですので、また5月、ですね、ゲストを迎えできるように、していきたいと思ってますので、まあ、逆に私出たいみたいな人がいたらですね、ぜひお気軽にお声掛けいただけたらなというふうに思います。もちろんなんですかね、いきなり全く知らない人が出るっていうふうにはいかないので一度ねお話しさせていただきながらっていうことですけど、まあ、その辺もご連絡いただけたらですね、一度お話ししたいなっていうふうに思いますので、ラジオきっかけでねこの
聞いてらっしゃる方きっかけでなんかそんな声がいただけたらそれはそれで嬉しいなっていうふうに思いますんでね、ぜひ一度お話ししましょう、それではですねまた、来週、日曜日の5時半にお会いしたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。